流行りとあんまり乗ってなかったりとか遅くなっていいし何週間終わってなったりとかしますね。では答えていきます。マイブームめちゃくちゃね、なんかマイブームってなんだろうと思っていろいろ答えは用意してみたんですけど、まずはこれ、あのこれなんですけど、これは何なんていうのこれタンブラーじゃないんですけど、なんかあのスタバとかコンビニのさ冷たいコーヒーとかさあったかいものとか飲むときにこれがスポッて入るのよ、このサイズに。こうするとなんか水滴もつかないし冷たいともならないし熱ともならないし、そのまま保温と保冷がされる有能なものです。これ最近買いました。これはトラブルメーカーで隣の目原さえりさんって方ね、あの方すごいのよ。めちゃくちゃみんなに布教するんだけど、いろんなものが、そう、まあ、カップ用のカップみたいな。そう、でもこれ別にそのまんまでも使えたりもするの。そのまま入れるでもありだしみたいな。そう、カップをそのまま入れて、そう、めちゃくちゃ便利。そう、これめっちゃハマってますね。だからね、持ち歩いてる。そんなにいっぱい飲むの買うわけじゃないんだけどね、基本お水なんだけど、でも何かあったらって思うとあれだから、絶対バッグに入れてます。めっちゃおすすめ。すごいよ梅原さんね、さゆりさんはめちゃくちゃみんなに布教してて、なんか扇風機、普通の手持ちのハンドフライじゃない、分かんないけど、あの扇風機のやつでオイル、アロマオイルをあの入れてプスってやるとアロマの匂いとともに風が来るみたいな、めちゃくちゃいい商品を紹介してて、もうすごかった。楽屋の半分くらい影響されてみんな持ってた私はね、もう手持ちのものがあったから、いや私はこれでいいなって思ったけど、みんなどんどん使ってったから、うわーなんか欲しくなってきたって。まだポチってはいないけど買おうか迷ってる最中です。そう、私あれなのよ、あの匂いがすごい好きだから、アロマディフューザーっていうの、そうアロマ炊くやつ機械持ってるから、だからアロマ自体はあるのね。だからうわそれはいいなって思って、そうちっちゃいアロマのやつもね、匂いまだ2つぐらいしか持ってないけど、もう匂いは好きなんだよね相変わらず、ずっと。だから犬の役が来るんだろうかって感じですね。そうそうそう、そうこちらでした。まず1個目、長いよ、長いからねそう、それで次ご飯系、マイブームのどんな香りが好き、どんな香り、それな、どんな香り、なんかすっきりした匂いも好きなの。夏とかだったらやっぱり柑橘系とか好きだけど、基本的にずっと好きなのはあのサボンとか好き。そう、あなんかね結構白系の匂い、白っていうブランドがあるんですけど、あれは爽やかな匂いだから結構いろんなの好きかな。結構私持ってるんだよね。なんかもうなくなっちゃったやつがあるけど、なんだっけな、歴代で持ってたのはサボンとホワイトリリーとホワイトティーと、あと抹茶ってやつももらったし、あとアイスなんだっけな、アイスなんだかってやつもいただいたし、あと金木犀も持ってるしみたいな。白は結構匂い好きだね。あとアールグレーは買ってないのか、あれはつけただけか。そうね、白のホワイトリリーいい匂いだよね。そうだからね、なんかそう白はめちゃくちゃいい、うん、だから入浴剤とかもらったりとかもありがたいですね。入浴剤まで白なんてって思っちゃったりとかもするからそうだからいただいたりとかするとわーってなる。
香水は大体白かな。うん、いい匂いよね、自然だし。なんかね、強くなさすぎていい。なんかめちゃくちゃ女性のいい女の匂いとかね、クロエとかもあるけど、そういうのも好きだけど、結局白が一番好きだなって思ったりするかも。夏とかにさ、うってならなくていい気がするんだよね、白だとふわーんって感じがするから。そう、白好きだね。何の、あ、そうそうそう、香りの匂い、あれですね、あのマイブームでした。はい、で、次のマイブーム、ご飯、ご飯系ですと、タコライスめっちゃ好きなの。結構前、1年2年くらい前からかな、私多分2年くらい前にずっと食わず嫌いで、タコライスが2年くらい前に初めてタコライスを食べたんですよ、誘われて。ほうって、タコライス本当に美味しいから食べたことないの、やばいよ食べてって言って、でも私うーんって思ってて、だから多分ね、タコスの外国な感じの味があんまり好きじゃない、本当に日本人の舌してるから、その多分得意じゃないんだろうなと思って避けてきたんですけど、タコライスに魅了され、いつでも食べれる体質になりましたね、タコライスなら。タコライス美味しいよね。そう、私あんまり外国ってしてる感じじゃなくて、本当に日本人が好きな感じがすごい好きなんですけど、タコライスめっちゃ好きなの。一回あれだよ、私去年ぐらいかなにタコライス作って、そう、好きすぎて作るまで行っちゃったの、タコライスを。でそれで、あの兄弟食べたことなかったから、タコライスを、私と同じようにね、だからで、タコライス作ってで揚げたら、え、美味しいって言って食べてくれました。タコライス美味しい、チーズ乗ってるやつね。で、食べ物つながりで、お菓子、タコスとタコライスは全然違うな。あのね、同じイメージなの、タコスとタコライス、同じイメージない。タコスのあれがね、外国な感じがすごい苦手だったからね、なかなか食べれなかったんだけど、タコライスは高校の修学旅行でタコライス食べるんだ。もしかしたら沖縄とかかな。タコライスって沖縄だよね、きっとね。多分最近食べてないから食べたくなってきた。それな、あのね、本当に私いつでも食べれる。多分ね、昨日食べたけど今日もっていうのもいけると思うし、いろんなタコライス食べてるね。タコライスね、半熟卵最高だよね。あとね、アボカドとかチーズ乗ってると本当に最強。本当にそう。そう。で、次、お菓子、食べ物つながりでね、お菓子だとね、片揚げポテト好きなんですよ、私。片揚げポテト。なんか、ポテトチップス、あんまり食べてこなかった人なの。うん。なんだけど、いつだっけな。実家で食べたんだよね。私の母がめっちゃスッパムーチョが好きで、いつ食べたんだっけ、片揚げポテト。なぜかわかんないけど片揚げポテトとめちゃくちゃ好きになって、そう、え、めっちゃ美味しい。でポテトチップス食べたら、うーん、片揚げポテトってなって、あの硬さと、私ね、片揚げポテトでもこういう、こうやって畳まれてるやつが好きなの。なんかザクっていう食感、この硬いんだけど二重になってるのがカリってなった瞬間がめちゃくちゃ好きなの。そう、だからね、片揚げポテト食べるときはこういうの先に選んじゃう。だから残ってるやつは平べったやつばっかりとかなんだけど、まあ変なこだわりがあるんですけどね。そうの、薄塩味か。でも最近ハマってるのは、あのブラックペッパー美味しいのよ。味が濃くなってきたのかな、舌が。
美味しいんだよね。美味しい。カラムーチョが好き。大人だからなんかちょっと私だって別にカラムーチョ食べれないわけじゃないけど、あんま食べてもないかなぐらいだし、うん、辛いのはそんなに得意じゃないなってね。カラムーチョ好きいるな、2人いたね。すごい並んでるやん。カラムーチョ好きやん。そう、歯ごたえあるの好きなの、ザクってやつ。そう、めっちゃ好き。だからもう次の日別にパンパンになん、パンパンじゃなくていいや、パンパンになってもいいやって時とかもブラックペッパー食べちゃう。ブラックペッパーね、一袋だとさすがに辛いけど、ちっちゃいこういう売ってるやつあるじゃん、ね、それもさ、ウィメヘラさえさえりさんがねくれたの。あれ隣なんですよ、あの楽屋の席がね。そう、このくらいのちっちゃい唐揚げポテト持ってて、私もめっちゃ好きなんですよって言ったらくれたの。いい人すぎるしね、面白い本当に。そう、うん、ブラックペッパーめっちゃ美味しい。シーズニングって何？ブラックペッパーのシーズニング使ってる、どういうことだろうか。お菓子は甘い系が好き？塩辛い系が好き？あ、ね、どっちも好き。やっぱりさ、しょっぱいのとさ甘いの食べるの美味しいよね、最高じゃない。だから私ね、お風呂上がりとかにアイス食べて、で片毛ポテト食べてみたいなことしてる。一番ディブなやつをしてます。本当に疲れたりとか、あーもう食べてなきゃやってらんないって時は絶対にしちゃう。アイスとポテチやばいでしょ。でも最高なんだよ本当にね、思う。食べ物で人間こんな幸せになれるんだって思いますね。罪だよ、確かにダイエットとか、うわ痩せなきゃって思ってたら罪だよ。そんなこと考えない時に食べるの。何の先生だよって感じ。そう、本当にね、あのそういうの好きなんだよね。あのあれよ、あれの感覚と同じ。あの焼肉とか濃いものと白米を一緒に食べる感じ、それと同じ。私はそんな感じ。私濃いものを濃いものだけで食べれないから、そうだから焼肉とかでも焼肉だけで食べれないの。焼肉とご飯で食べなきゃ食べれないんだけど、もうその感じ。そう、しょっぱいの食べて甘いの食べて、しょっぱいの食べて甘いの食べて、そんなことしてたらね太るよってね。はい。でもなんかね、我慢は別にしないんだけど、なんか無理してそんなに食べたりもしないし、好きな時に好きなものを食べてて、ストレスも多分その方がたまんないからか、そんなに太らないのかも。うん、やっぱりね、なんか我慢しちゃったりとかストレスで食べちゃったりとかすると余計に、あまた食べちゃった、太っちゃう太っちゃうって自分で多分思っちゃうから太っちゃうだけで、美味しい最高幸せって食べてたらね、その幸せホルモンでね、あのそのカロリーがゼロになりますから本当に。そうで私は言い聞かせて食べてます。そうなの、お肉はねお米ないと食べれないの、本当にそう。お菓子と一緒です、そうなの。そう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 、罪じゃなくて、あの本当にそう。何言ってんだかっていうお話でしたね。次はね、あーじゃあ、ね、片毛ポテト好きなんですけど、もう一つお菓子好きなものがありまして、またこれもしょっぱいものになっちゃうんですけど、あのね、全人類共通認識としてじゃがりこはみんな好き。はい、それはもうね、もうこれはあのマイブームとかじゃないから、みんな好きだと思ってもう言わないだけですから。はい、でね、あのもう一つのマイブームはクラッカーですね。クラッカー好きなの私。お酒飲めないし、ワインとかも全然飲めないんだよ。クラッカー好きなの。あ、さっきのね、あのそれよ、なんだかなんだかゼロカロリーみたいなサンドイッチマンさんです。そうです。そう、本当に今ハマってるのはクラッカーです。
私好きなんだよ味ね。いろいろ乗せて食べる、乗せない乗せないまんま、めっちゃ好きなのクラッカーだからなんかクラッカーってさ、ちっちゃく売ってないじゃん。このくらいの箱で売ってるじゃん。でそこに小分けが入ってるじゃん。だから稽古の時とかは必ずこういう袋、何枚入りかの袋を持っていくとかよくしてますね。めっちゃ好きなのクラッカーあの本当にクラッカー好き。なんかねポテコ美味しいよね。ポテコ好きよ。こういうクラッカーってですね。いやクラッカーなんか好き。そうプレーン、本当にプレーンの普通の塩のやつでいいの。めっちゃ美味しいの、そのまんま食べちゃうの。なんかさクラッカーって言ったらさ、ワインと一緒に飲むとかお酒のイメージがあるかもしれないけど、本当に私飲めないから、ね、全然そのまんま食べるの、めっちゃ好きなの。なんか多分ダイエットの時かな、いやなんかねわかんないけど、あそうリッツも好きなんだ私。リッツ多分リッツから来てるんだわきっと。なんかクラッカーって私の中で原材料少ないんじゃないとか、悪いものあんま入ってなさそうっていう、何にも見てないんだよ、何にも知らないけど、とりあえずなんか他のお菓子よりも体にいいんじゃないってことで多分クラッカーを食べ始めたんですけど、そっからハマりましたね。知らないよ、本当に根拠も何も知らないから、うん、でも私はあの他のお菓子食べるよりは体にいいと思ってクラッカー食べてますでも美味しいの、本当に美味しい。そうやって言ってクラッカーを食べてます。ゾファリコで新しい味が出るんだけど知ってる？いや分かんない。なんか最近どんどん新しいのいっぱい出てるよね、ジャガリコね。私はちなみにジャガリコは、まあ、安定のサラダか、あとあれ梅かたらこバターがめっちゃ好き。ジャガリコだとサラダか梅か、梅最近見ないんだよね。それかたらこバター、たらこバターは安定に美味しい。で続いてはなんかまだ質問とかあったりとか、この前ブーム聞きたいとかあったらいろいろ言ってくださいね、コメントで、うん、そうで次のマイブーム、なんか物の総入れ替えなんだそれって思うかもしれないけど、なんかね最近めっちゃ好きなの。なんかさすがに私物がめちゃくちゃ多いのよ、服とかメイク道具とか、まあ、とにかく物が多くて断捨離しなきゃって思って片付け始めるじゃないですか。ハマるんだよね私片付け。めちゃくちゃあのできない人なんだけど、でも減らしたりとか整理したりとかするのすごい好きなの。 A 型だからめちゃくちゃ綺麗にしたくて、本当に隅のここからピチってやるんだけど、時間がなかったりとか寝ちゃったりとかで、ね、他がウェーってなったりとかするんですけど、そうだからそれがすごい楽しい。なんか何服の並び替え、メイクの並び替え、家具の並び替えとかめっちゃ好きやの。だから最近頑張って物捨ててっていろいろ整理して、ああでもないこうでもないってやって家を大改造してますね、服ってね面白いことにねどんどん増えてくんだよね、減らしても減らしても。しかもさ最近さ夏に向けてさめちゃくちゃセールしてるやん、困ったもんだよねそう買っちゃうの。そう片付けてやり始めると止まらないの。そうなので、何かあると絶対にもう次からやんなくなっちゃうスニーカーとかは増えない。思ったけどね、スニーカー増える人とかって多分男性が多いんじゃないかなと思って、あんまりね靴ってよりもね私服ばっかりに行っちゃうんだよね。絶対に服ってさなんかね、服よりも靴買った方がいいやん、こんなに服買うんだったらとか思うよ。私も冷静になって考えてみて金額とか見てね、
えこれさ何着買うよりも靴一足買った方が絶対に良くない、今この靴ないんだからみたいなあるのよ。気づかないんだよねその時はね、夢中で服ばっかり買ってる私しかも気づけば上の服ばっかり、あとワンピースばっかりってことが多いですね。パッと目に入るからかな。そう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 、いらない服は捨てちゃうの。いらない服は捨てるっていうかね、最近ね売りに行ってますね私。やっぱり普通に古着屋さんとかも行くから、そうなんかそこで売ったりとかするとその分なんかお金で買ってくる時もあるけど、それをリサイクルして、リサイクルとかそのお店であればもうちょっと還元されて 何円オフで買えるよみたいなのもあるから、そう私は結構古着屋さんとかに売りに行ってますね。そうこれもすごいねのハマってるかも、服を売りに行く。まあその断捨離と同じかな。そう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 、そう最近サイズが合わなくなってきて増えてく。あーなるほどね。そうなんかしかもさ流行りとかさ自分の好きなタイミングとかあるじゃん。あとあれなのよ、その自分の気分だったりとか、あと時間がない時にお出かけ用の服が全然着れなかったりとか、そういう時ってさこの時でも忙しかったから着れなかったんだよねって言ってなかなか捨てられないとか結構ありますね。私は同じプロシャツの紺と黒で10着持ってて代わり番号に来てます。すごい、10着持ってて同じやつを、すごい。私本当に服好きなんだよね。いろんな個性的なものが好きだし、気分でめっちゃ変わっちゃうからいろんなの着たくなるの。本当に可愛らしいやつも着たければボーイッシュなやつも着たかったり、ラフなやつも着たかったり、ピチッとしたやつ着たかったりとか、めちゃくちゃ多いから本当に減らないの、増えてくばっかり。そうなんか系統が決まってればいいじゃん。私はこういうフリフリだけですとかあったらフリフリだけの服になるけど、なんか結構昔からだとは思うけど役者も関係してるとは思う。すごいやっぱり気持ちとか人がどんどん変わってくから、そうなんか雰囲気めちゃくちゃ変えたい時もあったりとか、そんなの嬉しいし服かわいいよねってありがとう。まあそうね、なんかリサイクルとかできた方が、まあ、自然のためにもいいけどね、少しでもさ全部捨てちゃってバイバイよりも、ね、お金で帰ってくるならその方がって思っちゃう。だからそうしちゃいますね。そう簡単だけどね、売った方がね確かにね自分もいいし環境にもいいって思ったらね、そう思うね。ザラ行ったら冬物半額くらいで売ってた、おすすめ。よくやるよ、私よくやるよ。ザラのあの真反対の季節のもの安く買うってやつ、私真夏に真冬買ったもん。お気に入りと可愛いやつめっちゃ安くなってた、よくやるそれゆりちゃんのデニムが結構好き。あ嬉しい。そうだしね、デニム結構好きなんだよね。デニムのものいっぱい持ってますね、上も下も。そうデニム好きなんだよね、可愛いよね。しかもねまた変わったデザインのものがあるとまた買っちゃうから困っちゃういろんな服が着たい、いろんな役が着たい、基本は同じ。あ、同じかも。うん、多分そういうことだと思う。いろんな人になりたいからいろんな服着たいなとも思うし、いろんな服着たいからその服に合うためにはこういう感じ、雰囲気の方が合うなとか思って、それもあると思う、すごく。うん、帽子が山ほど合いそう。帽子好きなんだよね。好きなんですけど最近気づいた、私帽子なくしすぎ。私本当にお気に入りの帽子3色買ったやつがあったの、白とベージュと黒のやつ。気づいたらないの、探しても
私よくねなくすんだよね帽子を。めちゃくちゃショックなんだけど。そうで、なんか冬に、そうめっちゃ見てないことを願うんですけど、兄弟にね買ってもらったお気に入りのモコモコの可愛い帽子があったんですよ。バケットハートの。それその冬しか着てないの、はい、かぶってないのにいつの間にかなくて、一生探してるんですけど一生出てこなくて、とかで落としてきちゃったのかな。めっちゃショックなんですよ。自分で買ったならまだいいじゃん。買ってもらったものをさなくすってやばくない？私もすっごいさお気に入りだったのに。帽子ね、多分私の手元にある帽子ね一人歩きするんだと思うんだ。帽子めっちゃ好きですね。帽子もどんどん増えてく。帽子ね可愛いんだよね。いろんな形もあるし、いろんな色もあるし、雰囲気もそれだけで変わるからね。楽しいよな。そう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 。あ、じゃあちょっとマイブームからは外れて、マイブームまだの答えとかいろいろあるんですけど、あの今ね話題ができた夏は熱中症防止に熱中症予防に帽子大切ってなんか言ってくださったので、そのそういう質問も来てたので、まず暑さ対策何かしてますか。はい、してます。私はね日焼け止めは必ず塗るやんで、帽子かぶり、折りたたみ傘、あの日傘を差し、扇風機を首にかけ行ってますね暑さ対策、うん、まあそんな感じかな。なんかしてたかな。まあでもそんな感じかも。次はじゃあまたマイブームに戻ってまいりますか。そう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 、なんかね最近すごい好きなのは、ちょっと前からか、結構1年くらい前からかな、なんかね、メイク、まあ、舞台の時、本舞台の本番の時とかできないけど、なんかそうなのよそうなのよそうなのよ。あ、ちょっと待って、ちょっとあのさ、みんなコメントくれてたの気づかなかったから、ちょっと戻すね。そう、帽子とかねなくしやすいよね。そう、悲しい、みんな嬉しい、そんなこと言ってくれるの、そうすごくショックだったの。本当にそうなの。そうめっちゃショック。すごいお気に入りだったしね、しかも可愛いと思って買ってあげるよって言ってくれて買ってもらったものだったのにね、めっちゃショック。すごくお気に入りだったのにね。そう日傘もなくす、日傘もなくすしね、携帯もなくす。言っていい？携帯を電車に忘れた方いらっしゃいますね。私三重かなに行った時に、いつだったか忘れたけど、私携帯を電車に置いてたの気づかずに、なんか今なんか探すアプリがあるじゃん、なんか携帯でね。でそれでそのあれないってなった時に、とりあえずそれで見てみようって言って、でそれで見てみたらめっちゃ移動してんの、こうやってすごい位置をめちゃくちゃ旅してて、電車で携帯が何往復したんだろうっていう。1時間後ぐらいかなに携帯無事帰ってきたんですけど、めっちゃびっくりしましたね。あんなに一人旅することあるんだ携帯って。びっくりしたね、携帯は怖いよ。あのね、そう、あの私の母の話になるんですけど、あの人もね携帯よくなくすんですけどね、あの人はねおもろいんだけど
なんか私はその時いなかったんだけど、家族でなんか行きか帰りか分かんないけど、その車で高速道路でサービスエリアで止まってて、なんか多分母はいつも膝にね携帯を置いたりとかすることがあって、よく気づかずにこうやってドア開けて立ったりとかするから、よく落としたりはするんですけど、でそこでなんか止まってお弁当か何か食べてたのかな、何か食べてたらしくて車の中で、でなんかゴミも捨てて、よしじゃあもう行くぞってなった時、行くぞってなってちょっとなんか行こうかなってなったら、あれ携帯がないってなったらしくって、いやいやいやなんでってなったらしくって、それで、あ、じゃあ一回もう出たんだわそのサービスエリアを、そのそれで走ってる最中に気づいて、でえないってなったから、とりあえず一回また降りてまた戻ってきて、それでまた同じサービスエリアに行って、その同じところの駐車場に行って探しに行ったんだけど、どこにもなくて、トイレにもで駐車場にもなくて、えどこだろう、もしかしてお弁当と一緒に捨てちゃったってこんなふうに探し行ったみたいで、でもさすがに手突っ込むのから、手突っ込むの恥ずかしいからやめろってなって、もうそれで諦めて携帯新しくしたらしいんですけど、そんなね血を受け継いでると思うと怖くなりますよね本当に面白い、あのね母の話はね面白いことしか出てこないから、本当にすごい大変。私もね結構忘れるんだよね。私ね、あ最近じゃないけど、いつだったかな、春ぐらいかな、なんかあの GU ってさ、行ったことある方分かるかと思うんだけど、最近もう自分で払うじゃん、ピーってするやつ、 GU のアプリ持ってるから、そこにこうやって携帯置いて払うじゃん、でそれで出てって、まあそうご想像の通りそこ出たら、あれ携帯がないってなって、戻ったらちょうどレジにね携帯が置いてありました。あーやばい、忘れてた忘れてたと思って、それで出ました。それたら後ろからなんか追いかけられて、お客様って言って、え何ですかって言って、携帯取りに行きましたって言ったら、お財布忘れてますって言われて、お財布をね、多分携帯を取りに行った時にお財布をねそのままに置いてきたんだよね怖いよね、私自分でも怖いなって思ったもん。うん。でも GU に携帯を置き忘れはめっちゃあると思うんだよね、うん、多分皆さんもやったことあると思うけど、お気をつけください本当にね自分でも嫌になるくらいおっちょこちょい、まあ遺伝なんだろうなって思うと、少しでも改善できたらいいなって思ってますそうね、本当にこういう話せる場所があるからいいんだけどね。最近はもう財布持ってなくて全部スマホ払いだから、逆になくすのがすごいな、すごいな。私ねまだね現金から離れられない、できてもパスもそう、私のさクレジットカードにすると怖いなって思ってるのはさ、すぐ使っちゃいそうだからなんですよね。やっぱり手持ちであるお金の中で出さないと怖いっていうのはすごいありますね。めっちゃ使っちゃいそうだもん。結構衝動買いとかストレスとかでめっちゃ物買っちゃったりとかもするから怖いの、クレジットだから持ってない、まだクレジットそしてね、マイブーム飽きてきてない、大丈夫大丈夫かな
そう、私ね何回かやってるのよ、パスモとかも、あとねキャッシュカード、口座のカードみたいな、それもね置いてったりとかして、わざわざその何セコムの方がいらっしゃって身分証明書とか出してこれですねって、すごい丁重に出されたことがあるそう本当に、あの怖いをなくすの、物をなくすのって、でまた前部分に戻りますとですね、最近あの舞台の時はしょうがないんですけど、メイクでとにかく肌にいいものをつけたいっていうことで、なるべくすっぴんでいたいけどそうもできない時もあるし、そういう時にでも舞台とか本番まではいかないみたいな時とかは石鹸で落とせるメイクとかにしてますね。うん、やるべー、その分高いんだけどさ、やっぱり石鹸のドセルとか肌に優しいやつって高いけど、でもなんかそういうのもすごいいたわりたいと思って、うん、ちょっと前からだけど、もうすごいそれでメイク用品を集めたりするのがすごい楽しいんですけど、もう普通のメイク道具もさめちゃくちゃあるからね、それでまた物が増えていくっていう、そういうお話でした。あとね、ちょっと変わってるかもしれないけど、最近ハマってるのが洗濯ですね。洗濯ね、あのそれを普通にいっぱいするんだけど、最近なんで洗濯が好きかっていうと、外干しを始めましたなんかじゃあ私ね、あの家に浴室乾燥があるの、だから今までずっとね夏でも冬でもいつでも浴室乾燥やってたんですけど、浴室乾燥って一番お金がかかるんだぞってことを最近何かで知り、最近夏だしもうすぐに乾くのよね、あれ。しかもお日様の匂いもしてすごく素敵だし、ポカポカしててあったかいし、外最高だなと思って、それで浴室乾燥も使わないからその分お金も浮くし、めちゃくちゃいいやんって思って、めっちゃ最近洗濯が楽しいだからね、すごい、しかもあの何がいいってさ、いっぱいさ洗濯したいものがあるとそれだ、しかも夏だからめっちゃ汗かくじゃん、でなんかお布団とかもシーツとかもさ、そうなんかそういうのも干したりとかもあるから、そういうのも2回回したりとかするんだよね。やっぱり今までさ1回だけで、その分しか浴室乾燥で乾燥できないからだったけど、やっぱ外とかだとすごいいっぱい干せるし、すごいいいし、なんかね、お布団とかとかだとさ外に干すのめちゃくちゃいいって言うやん、よく。最近すごい外干しがめちゃくちゃ楽しいです。やっぱり日お天道様になだった方がなんかいいんだよね。そうそう、洗濯って好きになるものなんだね。私も思わなかったよ、今まで思わなかった。やっぱりね、でも重たいのだけは嫌、重たいのだけは嫌だから、そう嫌なんだけど、でも終わった後に出来上がった乾いた洗濯物の匂い嗅いだりとかすると、はあ、幸せってなります。そう、本当にそう。もうどのくらい経った？結構喋ってるのかな？で、続いてのマイブームは、人みたいなの書いてあったからね、人で選んでみました。人っていうか、まあ YouTube？ 私全然 YouTube 見てこなかった人なんですけど、東海オンエアさんは好きですね。なんか、東海オンエアはすごい好きなんだよね。なんかね、
なんかハマってますね今。すごいめちゃくちゃね、あの言葉選ばずに言うとめちゃくちゃ当たりかい外れかいみたいなのがあったりとか、そうするけどめちゃくちゃおもろいし、なんか人間ってこれでいいんだよなって思わせてくれるっていうか、でもすごいやっぱり舞台とかでめちゃくちゃ悩んだりとかもしてるけど、気楽に生きられるようになるっていうか、それを見るだけで、うん、だから本当に何も考えたくない時とか、なんか疲れちゃったなって時とかはとりあえず東海オンエアさんの YouTube 見てますなんか元気もらえるっていうか、肩の力が抜けるっていうかね、そんな感じがする。すごいなって。知らない、アルマジロの合法紙芝居、知らないな。へえ、アルマジロ知らない。見てみようかな。アルマジロの紙芝居。あとね、私がめっちゃ好きなのはね、タック TV。 すごいめっちゃ知ってるな。私全然ね知らないのよ YouTube。 あとね、でもあれ最近好きなのは、多分これインスタのリールからあるのかな、拾ってきたんだけど、そんな奥さんおらんやろってやつ、アニメみたいな、めっちゃおもろいの。そんな奥さんおらんやろって知らない？めちゃくちゃ面白いから見てほしいんだけど、めっちゃおもろい。あれすっごいおもろいの。なんかアニメっていうか本当にキュジョンって感じなんだけど、そのちょっとガチガチにやってないけど、めちゃくちゃ日常感があって、なんかね、めちゃくちゃ面白いけどリアルな感じ。そう、なかなか破滅的な、そう、あのね、そんな奥さんおらんやろはね、結構ね、絵もおもろいしね、作品自体もおもろいのよ。しかもそんなに長くないからめちゃくちゃ見やすいし、めっちゃ元気もらえる、あのめっちゃおもろい。なんかあんなそんなことあるみたいな知ってる、あのさ、めっちゃ面白くない、私も悪いってずっと見てたよ。なんか羨ましいまで思えてくるもん、なんかいやあれはねおもろい、本当に好き、あれ本当に元気もらえる、かわいいなって思う、うん、そう、奥さんも奥さんだしね、旦那さんも旦那さんだし、めちゃくちゃめっちゃおもろいから見てみてください。本当に面白い、しょうもないめっちゃ面白い。あとね、そうね、YouTube とかだとそうだな。あとなんかまたあったら言ってください。いろいろあの聞きたいこととか聞きたい、マイブームでもいいし、まあマイブームがいっぱいある、あのすごいあれが多かったからマイブームにしてるけど、他のものでも、マイブームの他のものでもいいし、他の質問でも OK で、最近ハマっているゲームはたまごっちとポコポコです。子供みたいなのばっかり。たまごっちね、これもささえりさんなのよトラブルメーカーのね、あのそう、教えマリアっていう役をしてたんですけど、そう、さっきからずっと名前が上がってる方なんですけどまたその方が布教してましたね、いろんな方に。たまごっち、いや、たまごっちに関しては私本当にあんまりやってこなかったし、普通のゲームでもね、だけど周りどんどん始めていくのよ、スマホであるの。私も最近知ったとか、その時に知ったんですけど、みんなずっとやってんの、たまごっち。そんなんやりたくなるやんと思ってね、始めちゃいました、たまごっちそう、ポコ
ポポはね2年くらい前からやってるかな。まあやったりやめたりとかしてるんですけど、もうやっぱりポコポコが一番好きですね今。ポコポコやってて、そうポコポコやっててクローバーなくなったらたまごっちみたいな。でその後はマウンテンのツムツムですね。ポケモン GO はねやってたよ。まだ一時期私ね3回ぐらい波来てまだ今休憩中みたいな3回波来た。去年かな、去年か今年もやってたよ。でもポケモン GO はスマホでやってんの今。たまごっちねやり方わかんないけど、とりあえずミニゲームも豊富だしね、なんか楽しくてやってるよ。暇つぶしにはなる可愛いしね、なんか面白いよ。ちゃんとやってるポケモン GO。 あ、マイブームは終わったかも。また何か言ってください。それでね、また他の別の質問だと、トラブルメーカーの千秋楽で縄跳びは打ち合わせはありましたか。足つぼ縄跳びですね。そうだし、トラブルメーカーっていう作品で日替わりでねいろいろあるんですけど、その時になんか足つぼをやるみたいな、足つぼのねマットがあってそれをやるみたいなのがあって、で初日にもあったんですけど、私はねもう今までずっとその日替わりシーンはなんかこうやって見ててうんうんうんってしてるだけだったんですけど、千秋楽なんか回ってきちゃってね、私のところに足つぼマットしてくださいみたいな、それを縄跳びで跳んでくださいみたいな、そういうのがあって、それは打ち合わせにあったのって言われて、なくて本当に急に振られて、いや待って待って待ってと思って、私本当にあんましたことなかったですよ。足つぼマッサージじゃなくて足つぼのねマット、うん、私これきっとできるんだろうなと思って、痛いってなればおもろいじゃん、面白くないだろうなと思って、え大丈夫ですか、面白くないですよって言って、それでやってみて、とりあえず縄跳びやる前に踏むんですよ。踏んでその後から縄跳びやるんですけど、その踏んだ瞬間めっちゃ気持ちよくて足裏あのねびっくりした、私これずっと踏んでたいかもって思っちゃって、足つぼのマットの上それで縄跳びやったらなんか全然痛くなくて、なんかいけちゃってで普通に縄跳びしちゃって、そうね、その後に若いからって言って、まあ、その中ではね、その中ではあの年長さんのね前川美和子さんがやって痛いなってて、それでなんとか笑いに持って行ってくださったんですけど、あのね正直言うと気持ちよかったですずっと踏んでなかった足つぼマット。そう、私まだまだいけんだなって思ったまだまだ元気なんだなと、全然いけるんだ私って思いましたね。あと多分さ、あのタオクもお酒も飲まないから内臓が強いんだと思うんだ。なんかよくさ内臓って言わない、足つぼって。そうなんかだからね、本当にお酒とタバコってすごいんだなって思ったりします。健康ですってことですね次、アメリカに行ったことありますか。ありますね。アメリカ、ハワイとグアムはあるんですけど、まあ、グアムはあれか、あのチームメイトのねあれの時に行って、ハワイも行ったっけ、わかんないけど、どうだったっけ、グアムだけだったかな。ハワイも普通に行ったことあって、なんか普通にアメリカはラスベガスに行ったことありますね、母と。
ラスベガスに行ってきましたね。なんか、ルート66みたいなとこ行ったりとか、なんだっけ、なんだかロープ、なんだかロープみたいなのも行ったし、カジノはさすがにやってないけど、でもピカピカしてておもろかった、すごかったな感じ。そう、キャスティングで配った写真全然覚えてないな。すごい、どんな写真だったっけ。アメリカの時のやつもあったのかな。なんかすごいいろいろ行ったな。グランドキャニオンってなんだっけ。グランドキャニオンみたいなの見当たったと行ったと思う。ルート66カーズなんだ。知らない。そうなんだ。そっかそっか。で、あとあれも見た。シルクドソレイユ。亡くなる前に見といてよかったって思ったね。そう、すごい現地で見れたのはすごいいい経験だったし、めっちゃ良かった。やっぱりあれはすごかった。なんかマイケル・ジャクソンのやつだったね。なんか本当にすごいいろんなとこ行っていろんなことしたな。次、作品見るときは変装して後ろの方で見てるの？私はね、あんまり変装しないかも。で、なるべく、まあ、関係者の時とかはあれかもしれないけど、でもなるべく本当に表情とかちゃんと作品を楽しみたいから、そんなに本当に一お客さんとして行ってるかな、うん、できればいい席で見たいしね。なんかまだ演奏するまでもとか思っちゃうかもちゃんと、まあ、逆に変装をせずに誰かにもし会ったりとかしたら、あ、可愛いなって思ってもらえるような身なりでは言ってるかな、うん、変装はせずにね。もし誰か知ってる人がいたら、あ、何々ちゃんだ、可愛いって思ってもらえるみたいな。やっぱりなんか見てても、あ、変装してるってよりも、あ、可愛いって思えた方が嬉しいじゃん、こっちからしてみたらね。そう、それもあってかな。そう、本当にね、あんまりね、変装とかあんましてないかも。本当ね、ちゃんと変装しなきゃってなるくらいまでに、ね、上に上がれたらいいんですけどね。でもどうなんだろう、そうなってもしないのかもしれないし、あんまりないかも。そうそうそう。あ、この夏にしたいことは何？そう、これインスタのあれにも来てたんですけど、今年の夏にしたいことは、海行きたい、川行きたい、プール行きたい、浴衣着たい、夏祭り行きたい、花火見たい、まあ、バーベキューもしたい、まあ、地元に帰りたい、地元に帰りたい一番。でも今年はね、8月までで一旦区切りになるので、ちょっと長い夏休みを地元で過ごせられたらなと思ってます。久しぶりなんか、多分何にも考えなくてよくなる期間があんまなかったから、今までありがたいことにね、ずっと仕事が続いてたから、長い休みを、今までの分長い休みを充実させたいなって思ってますね。とにかくね、田舎に行きたい、田舎に行きたい、本当に地元帰りたい。それで家族でプール行って、もうね、プールって言うとガチで泳ぎ出すんですけど、でもそれでいいの、ガチで泳ぎたいなってなるし、あと川行きたいし、海も行きたいし、爽やか食べたい、爽やかマジで食べてない、爽やかも食べたいし、嬉しい、みんな優しいね、ゆっくりたくさん休むよ、いっぱい楽しみます。
嬉しい。本当に久しぶり、こんなに何も考えなくていいんだって思えるの。あんまり良くないけどね、あんまり良くないけどね、はあ、8月終わったら休みなんだって思える感覚が久しぶりすぎて、そう本当にちょっと楽しみです。嬉しいんだ、お休み。やっぱり仕事で忙しいのもすごい嬉しいしありがたいけど、やっぱりね大事だな休みって思いますね。そう全くないわけじゃないし、ちょこちょこねあるんだけどね、お仕事もね。だけど舞台続きでずっとこっち集中とこっち集中っていうのがなくなるからいいかなって感じがしますね。何も考えない時間が増えそう。その間にできることとか吸収することとかいろいろできたらいいなって思ってます。嬉しいねえ。ちょっとご褒美期間かな今年は。嬉しい。そうね、みんな優しいね。そう本当に充実してるからね、ありがたいことに。本当にマジで皆さんのおかげです。やっぱりね、お芝居とか自分がどんだけ頑張ってて一生懸命やってても、まあ、それももちろんあるけどね、だけどどうしても見てくださってる方とかがいないと絶対読んでもらわない、読んでもらえなかったりとか、次使うとかもないだろうしね。もうオーディションとかなんてほぼそうだから、オーディションとかなんてさ実力をさそこでしか見てないわけやん、オーディションでしか。だから結局そこのまあどのくらいやる程度できるかとか、まあ、人柄はまあまあかな、あと人どれくらい呼べるかなって決まっちゃうことがすごい多いから、本当にありがたいです皆様のおかげで。今決まってる舞台出たら少し休む。そうそうそう、だから今決まってるっていうか、その11月12月だから8月が終わったら、だからその間に何か入らなければそこまでずっとお休みなのかな。嬉しい。まあね、あの第3水曜即興舞台は毎月あるんだけど、出れるやつはあれも楽しいんだよね。お芝居に触れれるし、頭の回転もできるし、だけど気軽にできるし、で皆様とお話もできるし、本当楽しいし、やってよかったなって思うしね。それとかあとまあね、あのちょっと前に宣伝したんですけど、映画とかの公開があったりとかもしますので、ね、そうそう、そんなに構えなくていいからね。だから本当にそういう第三水曜即興舞台も本当に、いや舞台見に行くのはまだちょっと肌高いなって方とかいらっしゃったら、そこから入れてもいいかなって思ったりするし、本当におもろいと、うん、そうそうそう。で次、三方の CM は月曜、ずっとやってるのということでしたが、そう、あのテレビ、長野テレビかな、長野テレビがあのの月曜から夜更かしの番組内でずっとやってるみたいです。なんか多分お知らせが来ない限りね、ずっとやってると思う。また新しいのを作りますとか、そう、なんかそう、新しいの作りますとか、ここまでですっていうのはあんまりないから、そう、だからずっとやってると思いますので、ぜひ長野にいる方とか長野に行った方は月曜から夜更かしを見ながら私の CM を見ていただけると嬉しいなと思います。オファーね、オファーいただいてね、すごい素敵なものとかあったら出るかな。シャンプー第2弾、前よりちょっと凝ってたよね。そうね、
プロデューサーさんがね本当に CM 楽しそうに作ってくださるのですごい嬉しいですね。いろんな案出してくださってね、これどう思う、ね、この方がいいかなとかっていろいろ相談もしてくれるんですけど、そういろいろ挑戦しながらみんなで作ってますね。そうそう、ありがたいです本当に、いろんなご縁が。そして次、送られてきた脚本が送られてきました、次の舞台の。さあ、いやこれはない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 と思った。その舞台とその役柄は何でしょうという質問のような、問題のような質問だったんですけど、いやない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 、いや私結局どんなものもやってみたいからな、どの作品もやってみたいなって思うし、どんな役でもやってみたいなって思うし、もう嬉しい、教師の教授以来見に行けてないんだ、役務長の舞台見に行きたいって、ぜひね来てほしいな。時間とかすごいね、お金もかかるし時間もかかるけど、ね、もしまた会えば全力でやってますので見に来てくださいごめん大喜利の話題送っちゃったって。でもマジで私ちゃんと真剣に考えると、あの送られてきたけどやれないよ、いやいやない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 とか、ない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 って言いながらもやるとかだったら、まだギリギリキャバ嬢とかも役、うん、だけど絶対にこれは出ませんってなるのは、あのちゃんとちゃんとそういう何あのねキャバクラの次とかそういう映像とかそういう役とかそういうシーンはできないな、やりたくないな、やりたくないとかやらないなって思いますね。さすがにね役者でも超悪女はやってみたい、めちゃくちゃ悪い女はやってみたい、なんかすごいなんかめちゃくちゃすごいいい親友みたいな感じだけど一番手引いてるのこいつだったみたいな役とかめっちゃやってみたい。あ、まあそう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 、あの嫌な感じのやつはやりたくないやりたくないやりたくない、嫌だね。私多分結構こうさ、そのお芝居とかにリアルを求めちゃうっていうか、嘘をつきたくないから、そういうのはねやりたくないね、うん、そうやだな、なんか気持ち悪い、ね、なっちゃうと思う、めちゃくちゃ申し訳ないけどね、うん、無理だな。なんかもしその人と付き合ってたりとか付き合うってなったとしても嫌だ、それを人前で見せたくもないし、うん、好きじゃない人だったらなおさらできない、うん、そういう気は絶対やんないかな私、うん、気持ち悪いと思う。サイコパスの役とかもやれるの、やりたい、めっちゃやってみたい、自分が壊れないか不安ではあるけど多分やってみたい、すごい悪い役とか、なんだこいつみたいな役、あそこやってみたい。悪役をね真っ当にやってみたいね。次、あ、ここまでかな、あ、お陣だったわ。横道に会えるチャンスは舞台とかなんかあるのみたいな感じだったんですけど、あります。あの第3水曜即興舞台は毎回開演の1時間前から物販とかで
チェキ取ったりとかお話ししたりとかもできるし、あと、まあ、舞台によってだけどトラブルメーカーの時とかはね、最後チェキ会あってお話ししたりとか写真撮ったりもできたので、そういう機会とかはツイッターとかでもね、いろいろ流したりしてるので、情報をまたそこをチェックしていただければお話できるんだとかチェキ取れるんだとかわかると思うので、そこは随時チェックしてほしいなって感じですね。アイドル自体より合ってる気がする。それはあるかも。なんか舞台とかでやっぱりそうやって直接会えるとかお話できるっていう機会もすごいあると思う。東京でおすすめのラーメンはなんだっけ、なんだっけ、あそこ好き、なんだっけ忘れちゃった、なんだっけ、ちょっといいとこ、ちょっといいとこ、でも普通に俺流塩ラーメンはめっちゃ好き。俺流塩ラーメンのチーズラーメンがめっちゃ好き。え、正解正解、なんでわかったの。そう、アフリ、アフリなんでよ、なんでわかったの、すごい。そう、アフリっていうラーメン屋さんめっちゃ好きなの。ちょっとね、なんか普通のラーメンに比べたらちょっと高いのかもしれないけど、アフリめっちゃ好き。ツルトンタンはうどんじゃない、でもめっちゃ好き。ツルトンタン、ツルトンタンめっちゃ好き。アフリめっちゃ好き。アフリ最近行けてないけど、さっぱりな感じがすごい好きですね。食べやすい。二郎系とか見てたっけ、一蘭よりは高い。私一蘭とか行ったことないんだよね。あ、そう、私つけ麺好き、つけ麺好き。そう、私ね、そうなんだよね、家系二郎系が食べれないの。油がすごいやつ食べれなくて、もう胃がおばさんかもしれないんだけど、そう、油っぽいのにすごい苦手なんだよね。こってり苦手、あっさりがいいの。あっさりがいいからね。そうそうそう、だからつけ麺選んじゃうっていうのもあると思うし。家でつけ麺作るんだ。へえ、あんまやったことないか。作品とは別で好きな役。一蘭ね、ちょっと一蘭行ってみるわ。ずっと気になってたんだけど行ったことないの。一蘭担々麺も辛いな。え、なんかね、わかんない、ルールは知らないけど、二郎系とか苦手だね。太陽のトマト麺めっちゃ気になってたの。そう、行ってみたい、めっちゃ見る。あれ冷やし中華美味しいよね、食べたいな。で、最近とは別で好きな役、好きだった役、まあ、作品も同じになっちゃうんだけどね。まあ、ゲズントハヤトが好きだったからゆえに、そう、なんかね、やっぱりね、ゲズントハヤトの田中莉子ちゃんがね、やっぱ作品とか人が好きだとその役も好きになりやすいのかな。やっぱり田中莉子はね、すごい好きだったな。幼いながらのね、幼いから余計に人を見ちゃうっていうか、お母さんのこととかね、そういう気にしちゃうし、我慢もしちゃうし、お利口でいなきゃと思っちゃうし、でもやっぱりそこのね、子供だから難しいところもあったりとか、でもやっぱりどんだけしょぼんってしてても、何かふっと面白いことがあったらすぐに笑えたりとか、そのきっかけだけですごいすぐ変われるっていうのはすごい素敵だったなと思うし、やっぱり子供の役ってすごい素敵だなって思うし、自分の中でもなんか子供って多分やりやすいなって思ってるのはね、自分で言うのはあれなんだろうけど、ピュアなんだと思うなってめっちゃ思いましたね。子供の気持ちすごいわかるし、やっぱり
かちっちゃい頃にすごい人の気持ちを人よりもだいぶ考える人だったから、そう、なんかすごい、うん、あとなんか私最近なんかいろいろ、最近じゃないけど、あの占いとかでよく言われるのが、なんかすごい人の気持ちをよく考えられる人みたいな、それが良くもあるし悪くもあるけどみたいな、考えすぎちゃってそれを利用されたりとか、そう、それに引っかかったり流されたりしないように気をつけてって言われたりはするけど、でもすごい人のこと気持ちを考えられるからすごい優しいのって言ってくれるのね、占い師さんとかがよく、そうなんだと優しいって言われるけど、別に自分じゃ別にそういうの思ってるわけじゃないけど、でもやっぱり人の気持ちを考えられるっていうのは役者としてもすごい大事だなって思うしね、すごいそれでね疲れちゃったりとか大変な苦しい思いしたりもするけど、結局それって大事なことだなって思うし、だからそれを子供としてもいろいろお母さんのことこうやって見てていろいろ感じ取ったりとか、そうだから感じられる力があるのかなって思ったりとかしたらすごい嬉しかったですね。やっぱり楽しいことを素直に楽しいって楽しめちゃう人だから、美味しいもの美味しいってもうさっきも言ったように、それ何か一つあるだけでもぐっと幸福度がめちゃくちゃ上がる人だから、だからねすごい子供としてもちゃんと出ちゃうとか、まあ、出せるんだと思うし、あれ大人になってからってさあんまり楽しいとか美味しいとか全力で出ないけど、私は謎になんかそれがずっとあるから、 そこがね、そこを完全に出せるのもすごい楽しかったなと思うし、うん、それでリコちゃんかな、まあ、あとやっぱりすごい大変だったけど篠戸とルルも好きだったかな、人間味があって、うん、初めて悪役っていうか、うん、なんか嬉しいお言葉をいっぱいいただいてありがとうございます。そしてノトルールもね、でもなんかありがたいことに未だに褒められてるとかもするんですよね、いろんな関係者の方とかファンの方とかで、あれ見てたけどめっちゃ良かったよとかツイッターとかでも、そう、すごい難しくてめっちゃ苦戦してたけどすごい褒めてくださる方も多かったし、めっちゃきつかったよあの時、本当にファンの方をどう思ってんだって殴りたくなるぐらい自分でうわーってなるけど、でもすごい人間味があって、そういうね自分の嫌なところを出していくっていうのはあんまりなかったから、今までもやっててすごい貴重な体験になったなって思いましたね。本当に、ね、あとねあれも楽しかったわ、あのナナミ、回る回る炎天下のナナミ、めっちゃ最後の最後まで苦労したけどキャラクターに行き着いた時はもう本当に楽しかった。やったことない感じだったね、あのピーンってなった時にはもうナナミがすごい分かってめちゃくちゃ楽しかったし、ナナミとして生きれたなって思ったし、めっちゃ難しかったけど、え、あれねほんと楽しかったわ。やっぱり子供の役ね、いいのかな、そう、子供だけどめちゃくちゃ不思議で何考えてるか分かんないし、何考えてる人、何考えてるか分かんない人を演じるってめっちゃむずいなと思ったけど、やれる、やる、やったらやれるもんなんだと思った。
めっちゃ楽しかったな、あれ。ちゃんと自分の中では当たり前だったし、普通のことやってるはずだけど、みんなからしてみたらってなるみたいな。本当にただただ楽しんで、ただただ思ってることを言ってるだけなんだけどね。おもろかった。そう、変な子って思うけど、そういう子いるのよ。やっぱり、やっぱり存在する人になりたかったから、余計に。だから七人もできたし、本当楽しかったあれは。で、今回やってるね、アクアイ2のすずちゃん、結構楽しいんだあれ。なかなか私とはまあ似てるようで似てないような感じなんだけど、私からしてみたら眩しいような人間なんだけど、だけどそう、分かるところは分かるし、結構楽しいなって思ってますね。めちゃくちゃ思い切りやれてます。私が思ってた印象と稽古してみてどんどん変わっていって、あ、思ったよりそんなに離れてなくていいんだって思ったりとかして、めっちゃ思いますね。嬉しい。ほみちゃんの頑張ってるとことか優しいところは同世代として尊敬するって、ありがとうございます。そんなものではないけど、でもそう思っていただけてるなら嬉しいです。嬉しい。そうね、地元でイベントとかお仕事とかないんですかっていうあれだったんですけど、今のところないかな。やりたいけどね。なんかやっぱりそうね、地元に帰っていろいろ SNS とか頑張って更新してみて、誰かの目に留まったらいいなと思ってます。なので地元に帰る機会を大切にしてみようかなとか思ってみてます。本当に時間あったりとかしたら、ゆったり YouTube とかも始めてみたりもするのかなって思ったりもしなかったりしなかったりしたりって感じ。本当に何しだすか分かんないので、ね、私興味あったらズンズン始まるしそんな感じですね。ありがとうございます。長々とたくさんお話ができて嬉しかった。やっぱり何も考えずにね、何も考えずに、考えてないわけじゃないけどね、いろいろな真面目なところを、まあ、なっちゃう時もあるけど、やっぱりこういうね、普通の話も面白いなって思いますね。皆さんとこうやってお話ししながら、ありがとうございます。そろそろお休みにしようかな。ではランキングを読んでいきます。本当楽しかった。皆さんの質問をいただいたりとか、おコメントくださりありがとうございました。またね、こうやってできたらなって思ってますので、いくらでも話題とか質問とか相談でもいいのでね、何でも送ってください。 DM を見てますのでありがとうございます。ではランキング読んでいこうかな。13位からかな。13位、ミギタアイス、ミギタアイス、ピッポアイス、ブロッコリーさんありがとうございます。12位、バンジャラモンスターさんありがとうございます。11位、フイさんありがとうございます。10位、ティーサイドさんありがとうございます。9位、平塚さんありがとうございます。8位、キヨヨさんありがとうございます。7位、はるかさんありがとうございます。6位、ロコポコさんありがとうございます。4位、エニオアットマークももかえのアイハートさんありがとうございます。4位、泣きがらさんありがとうございます。3位、マジカナバナさんありがとうございます。2位、松本坊さんありがとうございます。1位、ジュビロ&イルミチョイスさんありがとうございます。ありがとうございます。本当に楽しかったです。本当にいいね、こういうね、嬉しい。少しずつ知っていきたいです。ありがとうございます。質問を止めて答えるのね、なんか面白いしね。そう、 DVD 鑑賞会とかしてほしいけどハードル高いかな。私ね、できないよ。なんか集中しちゃうの、ずっとこういう配信が続くことなんていうか、まあでもいつか気が向いたりとかね、やろうかなって思った時とかあったらやろうかなと思っていますので、ぜひね、またその時には泣き出しそう。ほんとそれなあと私ね、恥ずかしいことに見てる時に自分の作品とか、あと自分とやった役
と同じ感情になっちゃうから、なんか蘇ってくんだよね役が。だから笑った時にで同じ顔しちゃったりとか、こうなったりとかねしちゃうの、恥ずかしいのそれ。ちゃんとね客観的に見えないから、本当に何も知らないとか、あ、それが出てない作品だったらいいんだけど、それがちょっと恥ずかしいって感じです。本当にありがとうございましたまたね、何かいろいろ企画とかもなんかできたらね、質問楽しかったのでできたらなと思います。本当にありがとうございました。2日連続やっちゃいました、ありがとうございます。また時間あったらやりますので、本当にありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ。